はいどうもカッ長ですじゃあね、えーまあ、この動画でもオリンピックの話なんですけども、えー、と選手村でのこの日本選手団ある日本代表チームのある出来事と、まあ、日本、大躍進じゃないですかっていうねこのメダル獲得数ランキングですかね、まあ、もう明日でおしまいですからねさて、20のなんだろう目標が、ね、達成できるのかどうかっていうところですけど確か。 10日の時点、今日ですかね。今日の午前中の段階で16個だったと思うんですけど金メダルがね4つあと4つかでもあれが取れてたらなとかねあれが金だったらなとかもう言ってもしゃあないですからね <laughs> しゃないですけど、まあ、やっぱりよく出ちゃいますよねせっかくだったらもう20個あと4つなんだから20個にしてみたいなそんなこと考えちゃうんですけどもね、うん さてあその前に、このさっきあれですねちょっとなんかあ伝え忘れちゃったあれなんですけどいやこのブレイキン女子ですよね、アフガニスタン出身でこの難民選手団というのもあってこのマニジャータラシュ選手、選手っていうのかな、21歳、えー、ダンサー名タラシュ、この演技中にねこのアフガニスタンの女性を解放せよと書かれたなんか青いケープですかね。 これを示して失格になったっていうそういう騒動があったんですよねでは何でかっていうとオリンピック憲章ではあそういうこの政治的な何かしらメッセージを発することも、ね、そもそも禁止してるんですよっていうのがあって、うん、でもこれもさ、ね、結局もう最初あんまこう,こういう差別差別する意図はないですよでもこの優勝した人とかさこの有名なこのブ,レイキブレイクダンサーっていうのかな うん、ダンサーの人たちと明らかになんか見た目、風貌から違う人なこの人もそうなんですけどもその体は絞れてないよねってダンサーの体じゃないよねって、うん、だから、なんか、ね、いろいろと今回のオリンピックは IOC 主導でやっぱなんか仕掛けてきてるんだよねこのスポーツ以外の何かをなんかそう思うんですよ。 だからこそあの、ね、女性枠でこの出させた、うんだから、そもそもがボクシング協会はなんか違うと、ねうん、言ったんだけど IOC が OK 出したみたいな,な,なんかそんな騒動なありませんでしたっけ最初かそれがなんか正しかったような気がするんですよね、今更ですけども。 でえー、と先週まで,でなんか日本代表チーム、えー、と何の代表チームだったかなえー、とねなんかダニ <laughs> なんだろう南京虫ですかね、えー、フェンシング代表チームですかねフェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得したあ日本の,この松山選手、飯村選手たちですよね。うん もう帰ってきてんんでしたっけ帰っけ帰ててきてなんかあのバラエティーに出たあその,時のなんのオリンピック裏話毎,毎回やりよくやる,やるじゃないですか、うんねまあ、まずはお疲れ様でしたおめでとうございますで、えーまあ、選手村で過ごしていたんですがあ、まあ、長野選手がリザーブのためにの選手村には入れず、まあ、ホテルで過ごしていたと。 生活自体は快適だったんですけども、まあ、他のメンバーと違って練習場までちょっと距離があったと、うん、で逆に選手村にいた人たちは、えー、この僕はダニに刺されたとで、えー、飯村選手も、ね、朝起きたら手パンパンになってて怖っ <laughs> そんなんで試合大丈夫だったんですかね、うん、怖いですよねなんか ダニっつってもなんか日本のとはなんか違ってどうやらいことになったら試合にね出れなくなったらどうしようってまあとりあえずなんか結果的にはね試合に悪影響とか特になかったみたいなんですけどもでそんな中、なんだかんだいろいろ誤審とかさねこの日本に対する嫌がらせとか乗り越えてねどうにかこうにかこうまで来ましたけどもえと金メダルが16個えとランキングで4位ですかね。 今日の午前中の段階でですかね、えー、金メダルの獲得数が16個、これが日本以外、東京以外のこの海外での開催のオリンピックでは、えー、と最多だった2004年の,このアテネオリンピックに並んだ過去最多タイってやつですかね。うん、いやーもうなんとか4つ上乗せな,んかないですかねなんかありそうな気がするんだけどな。 一応ざっと見たところレスリングがレスリング2人決勝に残ってませんでしたっけあとゴルフもあったような気がするんですけどレスリング男女1人ずつあとブレーキン男子があったような気がするあとやり投げ女子このやり投げ女子がすごいんですよね、確か世界大会ゴールドメダリストですよね日本,日本のね、えー、とやり投げ,やり投げこの北口選手でしたっけ。うん一応ね メダルが期待できるリスト、リスト変,変な話ですけども、卓球の女子団体、あれ卓球女子団体ってもう終わったんでしたっけであと、このレスリングが女子が6 2キロ級が決勝進出だったと思うんですけども、あと男子も7 4キロ級も決勝進出だったと思うんですよね。でえー、男子の65キロ級 うん、女子の76キロ級あレスリングですねあとスポーツクライミング女子複合あと男子ブレイキング、えー、で女子やり投げで女子のゴルフ山下選手かなで男子高飛び込みで近代五種1234567891011個。 レスリングで1個以上いけそうな気がするんだけどな、1、2、3、4つあるからね、うーんただ、この近代五種、近代五種、これ見たらね、日本が予選トップなんですよね、なんでもっと話題になってないのかなって、まあ、ちょっと地味というか、特殊な競技というか。 あとはね日本がいつか陸上でも、ね、このトラック競技でも普通にさ、ね、メダル争いに絡んでこれるようになったらいいなーって思うんだけどなーねえだから、あのー、だってリーチもさバネも違うからでそれが何か健闘している様子を見るだけでもさ見てるこっちもおおってなりませんならないか。<laughs> うん 今のところってかまかもう終わるんでね今回のオリンピックはっていう言い方させてもらいますけども水泳なんでこんなにメダル取れないのかなってうん競泳はちょっと手こ入れしないとあれなんじゃないですかねうんあとまあこれは笑ってっていうんじゃないんですけどもね あんだけこのフランスバリュー聞かしといても6位なのか、ほんとフラカスド持って切ったねーよなーっていう話はあのー、もう一個の方で見ていきますんでね、<laughs> えー、まあ、ちょっと早いですけど日本まあまだまだ残ってるんでねお疲れ様でしたちょっと早いんですけどまあまた明日ねちょっとね、えー、見ていきたいと思います。それでは今回は以上です。ごきげん。